ボルチモアはアメリカ海軍の防護準洋艦。艦名はメリーランド州ボルチモアにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。ボルチモアは先のチャールストン同様、イギリスのアームストロング・ミッチェル社で設計が行われた。1887年5月5日にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港し、1888年10月6日に セオドア・ディウィルソン夫人によって命名・浸水1890年1月7日に艦長 WS スライ大佐の指揮下襲撃した。ボルチモアは1890年5月24日に北大西洋戦隊の帰還となり8月15日から23日までかけてジョン・エリクソンの遺体をニューヨークからスウェーデンのストックホルムまで運搬した。 ヨーロッパ海域及び地中海を巡航した後、1891年4月7日に、チリのバルパライソに到着、南太平洋ステーションに加わる。ボルチモアは、チリ革命に際して、アメリカ人を保護し、8月28日には、バルパライソに部隊を上陸させた。1892年1月5日にメアイランド、海軍交渉に到着。 ボルチモアは10月7日まで西海岸を巡航し、続いて大西洋に戻った。1893年3月から4月にかけてハンプトンローズで巡航及び、海軍の関越式に参加した。ボルチモアはスウェズ運河を経由し、アジアステーションの機関として1893年12月22日から1895年12月3日まで。 アメリカ合衆国の権益を保護するために巡航した。1896年1月21日にメアアイランドに帰還し、1896年2月17日に予備役となる。1897年10月12日に最終役したボルチモアは10月20日にハワイ諸島へ出港し、 1897年11月7日から1898年3月25日まで同地に止まる。その後1898年4月22日に香港でジョージ・デューイ大将率いる船体に加わった。船体は4月27日に大法案を出港し、フィリピンに向かい5月1日の朝にマニラ湾入りし、 同湾に停泊していたスペイン艦隊に対して攻撃を行った。ボルチモアはオリンピアに続いて2番目にマニラ湾入りした。その後ボルチモアはアジアステージョンに泊まり、1900年5月23日まで戦乱警護などの任務に従事した。ボルチモアはスエズ運河を経由してニューヨークに1900年9月8日に到着した。 1900年9月27日から1903年5月6日まで、ボルチモアはニューヨーク海軍交渉で予備役状態で保管された。1903年8月5日から12月23日まで、北、大西洋艦隊カリブ海戦隊で活動し、夏にはメイン州沖合での艦隊演習に参加。 8月15日から17日にかけて、ニューヨークのオイスターベイで行われた大統領による、関越式に参加した。1904年5月28日から8月26日まで、サントドミンゴ世域で活動し、ヨーロッパ戦隊に配属、地中海を巡航した。9月26日に、イタリアのジェノバを出港、アジアステーションに向かい、続く2年を、フィリピン、 オーストラリア海域で活動した。ボルチモアは1907年4月24日にニューヨークへ帰還し、1907年5月15日にニューヨーク海軍交渉で予備役となる。1911年1月20日に限定収益状態でとなり、1911年1月30日から1912年9月20日までチャールストン海軍交渉で 新兵収容艦としての任務に就く。1913年から1914年にかけて、チャールストン海軍交渉で、機雷布施艦への改修が行われ、1915年3月8日に、最終益した。1915年から1918年の間に、ボルチモアは、チェサピーク湾及び、大西洋騎士沿いに、機雷布施実験及び訓練に従事した。 アメリカ合衆国が第一次世界大戦へ参戦した当時、ボルチモアは兵員の訓練任務に従事していた。1918年3月初め、ボルチモアはアイルランド北方のノース海峡で機雷敷設の支援を担当した。3月8日にクライド川に到着し、4月13日から5月2日までの間にノース海峡におよそ900個の機雷を敷設した。 6月2日、ボルチモアは、スコットランドのインバネスで、第1嫌い不施設隊に合流し、4ヶ月にわたって、オークニー諸島とアイスランド間の北方嫌い、原不施設任務に参加した。1918年9月28日にボルチモアは、オークニー諸島のスカパフローから出港し、帰国の途に着く。その後年末まで、バージン諸島の近くで、嫌い不施設試験を行った。 1919年9月、ボルチモアは太平洋艦隊に加わり、CM-1 に艦視変更される。1921年まで西海岸で泊まり、その後真珠湾に移動、1922年9月15日に予備役となる。真珠湾で新兵収容艦としての任務につき、1941年12月8日の真珠湾攻撃時には、 任務の途中であった。ボルチモアは1942年2月16日に売却され、スクラップとして廃棄された。ありがとうございます。